ヨハネス16世は、対立教皇。本名、ヨハネス・フィラガトス、ヨハネス・フィリンゲイサス。年代記作家は、ピラガート・ピラガート、フィラガット・フィリーキャットとも記述する。ヨハネス・フィラガトスは、東ローマ帝国領土であった、南イタリア・カラブリア地方ロッサーノの出身で、ギリシア系の出自であった。修道士であった、彼は、ローマ帝国皇帝世ヒテオファヌの。 側近となり、980年から982年まで、新生ローマ帝国のイタリアでの文書局長を務め、また、夫を2世の幼子の名付け親にして、養育係であった。983年12月7日に、夫を2世が死去して後もテオファヌの側近として、助言を行う。988年には、ピアチェンツァ死去となり、ピアチェンツァを、 司教座教会から大司教座教会に昇格させた。991年から992年までは、ノナントラナナンチラ修道院長となる。995年末には、東ローマ帝国王女オッを、夫を三世紀に迎えるための調整役として、コンスタンティノポリスへ派遣される。貴族クレッシェンティウス2世によるローマでの反乱を、鎮圧した、夫を三世は、血縁のブルーノを、 グレゴリウス五世として教皇座につけ、そして996年5月21日に退官を行わせた。夫三世がローマを去ると、クレッシェンティウス二世やローマ貴族は、東ローマ皇帝バシレイオス二世の援助を受けて放棄、ドイツ人初の教皇であった、グレゴリウス五世を996年9月に、ローマから追放した。そして翌年月、 コンスタンティノポリスから帰還して間もないヨハネス・フィラガトスをヨハネス16世として教皇座に就任させた。その際、ヨハネスと信仰のあったロッサーノのセニルスはこの教皇座三脱を思いとどまるよう説得している。ヨハネス16世の即位に対し、クレゴリウス5世は神聖ローマ皇帝領のパビアにて997年の聖霊降臨祭の日に教会会議を開催。 グレゴリウス5世の地位の確認と、クレッシェンティウス2世とヨハネス16世の波紋を宣言した。6月には、ピアチェンツァをラベンナ大司教管区下の司教座教会に戻した。冬に、オットー3世はイタリアに、新軍998年2月に、ローマに入場し、クレッシェンティウス2世の反乱を鎮圧した。その時、ヨハネス16世は、 ローマから逃走したが追舞され、鼻と耳をそがれ、舌を引き抜かれ、手の指を折られ、目をつぶされ、ローマへと連行された。そして、ラテラノで開催された、教会会議にて、夫を三世とグレゴリウス五世の面前で、退位させられた。セイニルスの取りなしによって一名は取り留めたものの、ローマ市内の修道院に収監されることとなった。 反乱の狩料クレッシェンティウス世はサンタンジェロ城に牢城したが、998年の復活祭に陥落、4月29日に斬首され、遺体は城壁に吊るされた。ヨハネスはその後一度司教の衣服をまとって、グレゴリウス五世の前に姿を現したが、その時、グレゴリウス五世によって服は引き裂かれ、ロバに乗せられて、ローマ民衆の見せ物にされ、修道院に、 再び収監された。これらは、聖ニルスについての信憑性の乏しい聖舎伝に記されており、それには、また最終巻5 0 0 1年頃に死亡したとある。また対イ後修道院に収監されて、後に、ドイツのフルダ修道院に移送されたとも伝えられており、フルダ年代記には1013年4月2日の日付で、ヨハネスの死が記載されている。ヨハネス16世は自らを、 16世と名乗った。16世は正当な教皇ではなかったものの、次の教皇、ヨハネスは17世を襲名している。しかし、後世の歴史家はおそらく22世の番号の理由付けのため、16世をヨハネス17世ないし、ヨハネス16世と呼んだ。というのも、伝説では14世と15世の間にも一人の教皇。 ヨハネスが存在したとされているからで、その伝説の教皇を歴史家がしばしば16世と呼んだからである。この混乱は対立教皇ボニファテウス7世の存在に起因すると考えられる。なお、教皇ヨハネス23世は実際には21番目の教皇ヨハネスである。ありがとうございます。